クリスティナ・プリスコバは、チェコローニ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス4勝を挙げている。身長184センチメートル、体重73キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス35位、ダブルス45位。 双子の妹であるカロリナ・プリスコバもテニス選手である。4歳から妹カロリナと一緒にテニスを始める。2010年ウィンブルドン選手権、ジュニアシングルス決勝で、石津幸恵を破り優勝している。4大大会では2011年ウィンブルドン選手権で、予選を勝ち上がり初出場。現時点では2015年ウィンブルドン選手権と2017年、 全豪オープンの3回先進出が最高成績である。ダブルスではカロリナとのペアで WTA ツアー参照を挙げたが、シングルスでは活躍するカロリナとは対照的に不振が続きランキングも低迷していた。しかし2016年9月の WTA125K シリーズの大連大会の決勝で江口実さが負傷危険したことにより優勝し、 続く10月の多ケンと大会の決勝で、日々の名を63、26、63で破り、WTA ツアーシングルス初優勝を果たした。2017年7月31日付のランキングで、自己最高のシングルス35位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。